皆さんこんにちは、渡りぐるみちです。では今回は新ギレンデボベリーハードチャレンジランバラル編、続きをプレイしていきたいと思います。序盤は苦しんで、特にですねホワイトベース隊との交戦はやり直しの連続だったんですけども、ハマーンのキュベレーを歴史介入させてからは順調に来ています。今回はいよいよ最後、ジャブロー攻略戦プレイしていきたいと思います。北京からすでに部隊をニューヨークに移して、ニューヨークから出撃ご覧のようにさせている状態ですね。マッドアングラー隊なんかも組織してみましたので、これでまた少しね違う戦い方できるのかなというふうに期待をしています。ニムバスのイフリート、これは攻撃力を強化してあります。でその他で言うとですね、ズゴックの指揮官機、これも強化してデニムやスレンダージーンなんかに乗ってもらっています。黒い3連星、ガイア、オルテガ、マッシュはドアッジ、これも攻撃力を強化して、出撃させています。ガトーもプロトタイプドムに乗って、これも出力強化済みになっています。ランバラルはですねまだ専用ドムの要請ができない状態でグフに乗ったままなので、あんまり前線に出さないようにね気をつけたいと思います。前線に出しすぎるともうこのフェーズに入っているとですね、あっという間にグフ、ランバラルといえども撃破されてしまってゲームオーバーになるので、その点だけは十分に注意をしておきたいと思っています。さてゲルググが降りてきましたね。突撃機動軍からの支援ということなんですけども、これ一機だけ編入させましょう。編入させて占領をしていきます。できればこのハワイからの線、これをつなげてジャブロー攻略時に補給線をつなげたいので、まあ、そのためのゲルググの編入ですね。まだ残念ながらゲルググを要請できる状態ではないので、一旦ですねゲルググは一機だけ要請するという形に留めておきたいと思います。では引き続きジャブローに侵入していくための経路確保を努めていきましょう。では侵入していきましょう。もうここは突破してでもいいので強引に中に詰めていきます。ズゴック隊、まあ、水陸両用モビルスーツ隊はマップの右側から入っていくようにしたいと思います。これによって水路をね、よどみなく進んでいきたいという意図になります。その他の部隊は空いているところからどんどん入っていきましょう。これだけの数を一度に送り込むので、まあ、必勝の体制を組んでいるわけなんですけども、ランバラルはですね、まあ、グフに乗っていて、決して耐久が高い状態ではありませんので、ランバラルが撃破されないようにだけは注意をしておきます。味方も、どうだろうこれ。キャリフォルニアベースからも部隊が出てきてくれてますね。敵を引きつけてくれていて、ここにいる、ゼフィランサス、まあ、1号機ですね。とか、あとは U、カジマ、まあ、なんかを引きつけてくれているので、これは大きいですね。地球連邦軍本部、ジャブロ、南米大陸の密林地帯に位置する巨大な地下要塞である。ジオン軍の攻撃を退け続けてきた堅牢な要塞が長く続く戦いに疲弊し、その鉄壁の守りが崩れつつあった。ジオン軍は戦力を結集し連邦軍の牙城に挑む。はい、では侵入果たした部隊どんどん発進していきましょう。ある程度被害が出てもいいのでご利用しを、するっていうね戦術で進んでいきたいと思います。ハイゴークなんかも数は少ないですが、一応用意はしてあるので、うまくね、機能してくれたら嬉しいですよね。うまくすれば本当に、キュベレイ、あとはギラ動画なんかは出さなくても勝てちゃうんじゃないかっていうぐらいで戦力はね、充実させてあります。本当に注意しなきゃいけないのは、
ランバラルが撃破されることぐらいなのかなというところですね。補給線もしっかりつながってますね。ハワイからとカリフォルニアからの補給線がつながっているので、これを維持しながらですね、ジャブローの基地中心部に向かっていきましょう。ヤザンにはキュベレーを早速ぶつけて撃破です。GP02 がいるな。アトミックバズーカ、核バズーカを食らってしまいましたね。どこにいる？ここだ。いや、これはちょっと迂闊だったなぁ。あんまり気にしてなかったんですけど、これはもう早々に撃破しないとまずいことになりますね。幸いパイロットは乗っていないので、ここはニムバスのイフリートで撃破しちゃいましょう。まさかこんなことになってるとは。迂闊でしたね。さらに、ガイア、オルテガマッシュの3連星も出します。まあ、早めに、多少の犠牲が出ても、進行していくという方針は変えずに行きます。今回のこのランバラル編をやって分かったことがですね、ホワイトベース撃破するのにだいぶ苦戦をしてしまった、ところあったんですけども、その時に、ヒルドルプ、の火力が結構ホワイトベースに有効だなというのが分かりましたね。なので、まあ、今後のプレイの中で、そのヒルドルプの使い方っていうのは、いろいろ新しいものが出てくるのかなっていうふうにね、期待は持てた部分はありました。ここ GP02 に対して攻撃を仕掛けています。ここで仕留め切りたいところですけどね。ニムバスの格闘、さすがですね。イフリート、カイではなくイフリートですが、GP02、これを撃破しています。そして今話の出ていたヒルドルク。ここはハイゴックです。一度、ハイゴックは、アトミックバズーカ、核バズーカを食らってしまったので、瀕死の状態ですが、気にせず、ここはゴリ押ししていきます。ランバラルだけここで待機させます。もう絶対にやられたくないと。いうところになってきますからね。他は、これまで同様、ゴリ押しスタイルで進んでいきましょう。ここはガトーですね。しっかり、フルアーマーアレックスなんかもいましたが、撃破をしてくれています。ガイア、オルテガ、マッシュ。彼らもね、活躍してくれたし、ニムバスも格闘で GP02 撃破してくれたりと、思惑がうまくはまってくれて、まあ気持ちよくプレイできていますよね。ここはライラのパワードジム。それにガンタンク2。これはハヤトが乗ってましたね。そしてガルマも地味にガンダムで頑張ってくれました。ガルマもね、まあ、カリスマ持っているので、スキルとして。能力が上がっていけば上がっていくほど、総合的に使えるキャラクターになっていくんですが、現状はレベル10ですね。では、これで基地中心部制圧して攻略完了にしましょう。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い、戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。青き巨星ランバラルの活躍によってジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたる地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビトによる独裁政権が樹立する。そしてこの勝利に貢献をしたランバラルは将軍の地位を手にし、最愛の女性ハモンや部下たちとの幸福なひとときを手に入れたのである。だが栄華を誇るザビトに反旗を翻す男が現れる。男の名はキャスバル・レム大君、ジオンズム大君の息子である。ランバラルは平穏の日常を捨て、その男に生涯を捧げることを決意する。ハモンや部下たちも強制されるわけでもなく、再び戦いに身を投じるのである。新たな戦場を求めて。
はい、エンディングご覧いただきました。では最後にクリア印確認してランバラル編終わりにしていきたいと思います。ランバラル編ベリーハードクリアつきましたね。あとはですね、ハサウェイ編なんかもちょっとベリーハード、完全エンディング多分見れてないと思うので、ハサウェイに関してはちょうど、先行のハサウェイも上映中というのもありますので、ベリーハードチャレンジ、次回はハサウェイで完全エンディング目指すというのでやってみたいかなというふうに思っています。その他皆さんからいろいろアイデア頂戴できれば嬉しいかなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。